はい、今回2024年1月中旬のホンダ社の最新納期の方が判明して久しぶりの更新ですね。で、新型車の情報、リコール情報を紹介しながらですね、新型車の情報も数車種判明して、リコール自体は去年12月8日にですね、 Nボックス と25車種の、低圧燃料ポンプ関連の不具合と、あとは12月13日ですね、CRV のリコールが発生して以来約1ヶ月間リコール自体を発生してなくて、で、間もなく来週12日から14日に開催される東京オートサロンに出展する車種に関してはですね、また右側の方へ貼っときます。WRV とかもですね、あとはシビックタイプ R 関連の無限仕様とかもですね、出展して、で、最近の新型車の情報としては、去年の12月から遡って、オデッセイがですね、12月8日に復活で、21日にはですね、 WRV が正式発表して、発売自体は3月22日ですね、209万8800円か248万9300円で、200万台前半ですね。燃費は 16.2 か 16.4 キロパーリッターで、ベゼルのガソリン車が燃費は17キロパーリッターなんで、燃費はベゼルのガソリン車ですね、燃費が落ちて、肉同士比較してですね、この WRV 自体がガソリン車の肉仕様で、ちなみにベゼルの G グレードのガソリン車の肉が車用価格239万9100円なんで、価格帯もですね、似たような価格帯、WRV の上級グレードと似たような価格帯ですね。トラフィックジャムとか車線変更支援機能とかアダプティブハイビームとかですね、あとクルコンが渋滞通常式ではないのが、そこら辺が気になりますけどね。で、あとは12月22日にですね、フィットに特別照射ブラックスタイルが追加したりと、で、今年に入ってですね、 N 版に EV 車が追加、 N 版 E ですね、3月に発売予定という情報で100万円台ですね。車用価格の方はまだ判明しなくて、100万台ってことなんで、190万台という情報ですね。で、同じく3月7日にはアコードがですね、ここにはまだラインナップしてないんですけどね、セダンが復活して、3月7日に新型アコードが発売、車用価格が544万9400円ってことなんで、仙台比で言えば仙台アコードが465万だったんで、80万近くですね、車用価格アップ、新機能とか、あとは安全面が強化してですね、国内では初採用のホンダセンシング360が新型アコードに搭載して、で、あとは新型車としては ZRV ですね、10月12日に去年発表して発売自体が夏という情報 で、同じくらいに新型フリードもですね、発売するという情報で、夏あたりですね、早かったらゴールデンウィーク前後に発売するという情報もあるんですけどね。で、新型車の情報としてはそれぐらいですかね。ベゼルももうじきマイナーチェンジするという情報もありますけどね。ホンダEがもう生産終了して、はい、では続きまして、2024年1月中旬時点のホンダ社の最新納期、工場の稼働率に関しても去年の9月からですね、4ヶ月更新がなくて、最近納期の方早まってるんで通常稼働だと思うんですけどね。で、シビックカラーでガソリン車2ヶ月で、 DHEV が2ヶ月で、シビッ
くですね、最近納期の方は短縮傾向で、タイプ R は今年に入ってもオーダー復活しなくてですね。で、ステップワゴン、ガソリン車は相変わらず納期は長め。まあ、一時は考えたらですね、それでも納期の方は半年以内、5ヶ月で、EHEV が2ヶ月。で、フリード3レシートが、ガソリン車、ハビット車ともに1ヶ月で、もうスパイスショットの方も耐えてきてますし、在庫車、缶ですね、フリードプラス2レシートもガソリン車、ハビット車ともに1ヶ月で、で、オデッセイが4ヶ月で、WRV が5ヶ月。まあ、新型車としては納期早めで、ZRV よりですね、納期早くて。ZRV でも、EHEV の方は確か納期は長めだったのが短縮してますね。ガソリン車、EHEV ともに半年で、ガソリン車に関してはもう1ヶ月で納車できるタイプとカラーがあるみたいで、ベゼルも納期の方早まってきていて、ガソリン車、EHEV ともに3ヶ月選択できないタイプとカラーがあって、 WRV がまあガソリン車を憎ってこともあってですね、ベゼルのガソリン車を憎が生産終了するという情報があったんですけどね。で、ホンダ E が1ヶ月になってますけど、まあ今年1月ですね、生産終了して、2020年10月に発売を開始して、だからもう3年3ヶ月ですね、生産終了。フィット、ガソリン車が半年、EHEV が2ヶ月で、ガソリン車が2、3ヶ月、EHEV はもう1ヶ月で納車できるタイプとカラーがあって、で、N シリーズは全車種納期は早くてですね、 N シリーズ、 N1、 N ボックス、 N ワゴン、 N バンが1ヶ月、軽自動車がもう全車種1ヶ月っていうメーカー、ホンダぐらいですかね。スズキの場合でもジムニー以外軽自動車ですね、納期に3ヶ月っていう車種が多くて、スペーシアとかだと4ヶ月か5ヶ月ですね、納期がかかってくるみたいで、あとは日産が、まあ、ルークスとかですね、新型デイズとかも、納期に3ヶ月、まあ、グレードによっては4ヶ月ですね、納期かかってくるっていう話ですし、あとはダイハツは、まあ、去年の12月にですね、不正が発覚して以来、全車種出荷停止、で、OEM 提供先、トヨタ、マツダ、スバルの軽自動車もですね、出荷停止ってこと考えたらですね、ホンダの N シリーズ、軽自動車が一番納期早くて、普通車の方もほとんどの車種が2、3ヶ月という車種が多くて、半年 ZRV とか、まあ、WRV とか、あとはステップワゴンのガソリン車が若干納期がかかるっていうぐらいですね。まあタイプ R 以外、シビックタイプ R 以外は普通車の方も半年以内の納期で、他のメーカーと比べてもですね、納期の方は早い方で、はい、今回2024年1月中旬のホンダ車の最新納期で、新型車の情報、リコール情報について紹介しました。